どうもこんにちは。今日は血に板シリーズ、それの第1弾がこの神父、血に板神父っていうやつですね。こうオリジナルとの比較サイズは、これぐらい。わかるかな、これ微妙なところなんですけども、まあ1オンスクラスに対してだいたい8分の5ぐらいの、ね、サイズ展開で、ちっちゃいバージョンをこれからちょっとサイズダウンしたものを、作ろうかなというので考えたんですけども、チニータっていう意味がスペイン語でチャイニーズの可愛い子ちゃんみたいな、直訳したらあの中国人みたいになると思うんやけど、そうじゃなくってアジアンってそのちっちゃな可愛い子みたいなっていう意味があるらしくって、まあ、ちっちゃいっていうところから、まあ、チニータっていう名前を付けました。それの第一弾が神父です。浮き姿勢はもうほぼ変わらずね、水平に近い木の材質を、オリジナルは、よりも軽いアユースっていう木を使ってまして、形はあのスキニーに近いような形に、若干こうちょっと頭がポコッと膨らんでるんですけど、頭に浮力をごつに持たせて、ウエイト自体はあのオリジナルと一緒のウエイトが入ってるんですよね。であんまり重い木だとこうあのヌメヌメとオリジナル の, あの独特のアクションはするんだけど、もうちょっと波が出たら頭突っ込むでしんどいから、軽い木でこう割とこうピャンピャン跳ねる感じの仕様になってます。あのこうピャッ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 ってやった時に、重たい木だとこの上がってくる、ダイブして上がってくるのが遅いのよね。こうパンと頭突っ込んでピョンピョンピョンってなった時にのもーんっていう感じなのを、割とこうピョコ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 するような、だこういう速いアクションをした時に頭の浮きが速いように、だから割とこう雑なアクションでもそれなりに動いてくれるっていうのが、まあチニータ神父のあのオリジナルとの違いかな。軽い、材質を使ったことによってそのアクションが出せるようになりましたと。で基本的にチニータに関しては、まあ今までよりももうちょっとちっちゃい魚も釣りたいなと、まあノイケアタフレークでも、まあ、釣れるようにというっていうのが、まああのまあ、大きな、ね、狙いでサイズダウンしたんですけど、でもそれはもうこうあのおかっぱりなどのことも考えてダブルフックを基本的には標準装備にして、あんまり明石ブランドでもちょっと大きいのはっていうような、もうちょっとサイズのちっちゃいような、ルアーを使う人にも使っていただきたいなということで作ったルアーがチニータシリーズです。竿の方ですね、これはバリタマヒカでナイロンの20ポンドを使ってます。テストしたのがね。でこっちは、E モードで、これは PE の60 PE の60ポンドから、ナイロンの20ポンドから25ポンド30ポンドぐらいのでテストしてるので、まあ明石ブランドの今までのルアーと変わらないタックルでも使えます。あのめっちゃちっちゃいバージョンが出たっていうよりも、トゥイッキーとかチュッパチャップとの使い方っていうか、まあ、サイズとあんま変わらないと思ってもらった方がいいかな。1オンス超えてくるような、ちょっと1オンスちょいよりかはもう一つ軽いチュッパクラスと思ってくれたら使いやすいかもしれないです。特にだからあのタックルを変える必要はありません。ちょっともうなんかこうとりあえず一発一本とかっていうのにはいるわけじゃないですかね。